皆さんこんにちは、スタジオクオッカチャンネルです。今日はこちらの動画でご紹介しましたが、この E フラット管のトリプレットを使って演奏してみたいと思います。曲は美空ひばりさんの愛さんさんです。それではお聴きください。どうぞ。いかがだったでしょうか。この楽譜はバイオリン用のものなんですが、この本自体がどの曲もアレンジが素敵で、よくよく使わせていただいているものです。その中に収録されているアイサンさんなんですが、フラットが3つついている楽譜になります。なのでこの楽器で演奏するとフラットが0になります。フラット3つの楽譜で吹くと、見えないところで後ろの穴も結構フラットが多いので、開けたり閉めたりしてたり、あと左手がこう全開になる瞬間というのが多かったと思うんですが、実音で同じメロディーをこの楽器で出そうとすると、という感じでかなり吹きやすいメロディーになります。
あとは、まあ、前回もお話ししましたが、この低すぎず高すぎない音域っていうのが私はすごく好きだし、お客様にも好評いただくことが多いですね。そしてこの素焼きの音色っていうのもすごく好きだなと思います。 E フラット管は素焼きのみで、 B フラット管はこの漆のみになってます。次回もう一曲この楽器を使って演奏したい曲がありますので、よかったらそちらも聴いてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。